イレブンのイレブンライセンスの,あの1ボックスを開封していきたいと思います。まあ、ラインナップがね、あのねキャプテンのアストや,やあのライモンのハイザキとかさ、大手月の宮の残りのメンバーや、衛星や利根川。 利根川やとかがあの入っていますまあラインナップしていますそんじゃあ開封していきたいと思いますこれがねねあのブンライセンスボリューム3でねでねまあね今日は今回はあの1ボックス目だけ買いましたね今月初発売のやつなんだ,よなんだけどね、うん そんじゃあ、はい。じゃあ、まあ、1バックスで18、8パック入っています。ね、22、2種類の J、ね。あの、18種類、18種類いい、あの、手に入れられると思います。もでね、うん。何が入ってるんだろうね、うん。 まあ、あの、必殺技ライセンスが2種類入っているけども、僕は、ね、必殺技ライセンスはいりません本当にね、うん。まあね、必殺技ライセンスは、まあ、いりませんからね、うん。そう、じゃあ開封していきましょうか。ね、じゃあ開封は、まあ、ここテープが貼っとるから、こっちでやって。 おぉあーの、の、えっと、確か、大手月の宮の残りのメンバーとエース、衛星と、と、トネガが,が、が追加されてますね。うんまあね、これが、が、が18パック入っていてね。うん まあ何が入ってるのかはわかりません。まあだけども、これはあの、ダブリはないと思います。まあ僕は、これ、まあね、これ僕はあの、ボリューム1と2も開封動画出しとるもんで、多分これは、ね、あの、ダブリはないと思いますね。うん、そう、ちょっと一パック目は、 ちょっとこれでね。で、ちょっとこんな風に開けてい、開けていきたいと思いますね。うん。じゃあこれ全部あの、は、下のところをハサミで切りたいと思います。じゃあ、あの一パック以外は、全部あの、ハサミで切り、切り、あの、下のところを切りました。もんでね、うん。 まずは、あの、一パックをね、裏向きにして、あの、どんなのが出るかを見ていきたいと思います。じゃあ、一パック目。せーの、ドンお、衛星が、が出てきた。ね、うん、なんだろうな。<laughs> うん。そ、じゃあ、二パック目、いこっか。せーの、ドンお、ライモン。あの、ミカドアンナカ、ハ、は、イ、い、ザキー。 そして、あの、キャプテン、キャプテン、テンアーストが出るんかなうん。3パック目。行くぞ。せーの、ドンお、トネ川中。トネ川が出た。ね、うん。じゃあ次。4パック目。ね、うん。せーの、ドンお、衛星。じゃあ次。ね、うん。せーの、ドン王帝かあー。王帝も出たし。 出てーね、うん。じゃあ次、ね、裏を向いて。せーの、ドン衛星。で、次が、いくぞ。せーの、おっと。せーの、ドンライモン。もんね、うん。じゃあ次いくぞ。せー、せーの、ドン衛星が出た。 じゃあ次。<laughs> せーの、ドンお、トネ川が来た。ああ、教会委員会の、のエンドを出してほしいわな。うん、シークレットも欲しいし。じゃあ次。せーの、ドンお、王帝月の宮で、聖書のハザキいら。<laughs> じゃあ行くぞ。次。せー。おっと。せーの、ドン 骨が。じゃあ次。ね、うん。次行くぞ。せーのおっとせーのドン衛星が出、出たね。うん。あ、これやべ。ちゃんと切れてねえや。ね、ちゃんと切、切らなきゃな。よし。次行くぞ。せーのドンライモン。 ライモン三枚来たから、ライ、あの、ライモンハイザキ,キと、アンナと、アスト、キャプテンアストが、が、揃った、んすてどもな、うん。じゃあ次、行くぞ。せーの、ドントネ川で、あと残りが4パック、になりました。じゃあ次行くぞ。聖書が出たら、最悪だけどな。 せーの、ドン王帝月の宮が来た。<laughs> うん、じゃあ次行くぞ。せー、せーので、ドンあー、王帝が来たか。<laughs> じゃあ次、ね、うん。せーの、おっと、せーの、こ,こが、ね、せーので、ドン 衛星が来て <laughs>。そんじゃあ、最後の1パックが、なんだろうな。せーのーで、ドン衛星だね。うん。さあ、ね。これぐらい出ました。もうね,ね、何が出るんだろうなぁ。と思いますけどね。うん。じゃあ、まずね、あの、大手月の宮行、行こうか。ね。うん。そんじゃあ、行くよ。 あ、こういう、竹見光介が出て、ねえ、谷崎吉也で、乙音一也が出て、そして何 <laughs>、うわぁ、必殺技の,の、の、の坂か、いらん <laughs>。いらん <laughs>。これが出てねえ、うん。おっと。 衛星が、おっと、ちょっと待ってよ。衛星が、何枚だ ?1、2、3、4、5、6。えっと、全部で、ね、7枚、あり、ありますかね。うん。何が出たんだろうな。よし。 あの、ヒロトや、や、あの、タツヤーが出してほしいな、<laughs> うん。お、タツヤが出た、で、あはっ、サギ沼が来た、<laughs> で、ザーム、で、が来て、ナグモハールヤーが出て、緑川竜二が出て、お、ヤガミレイナーが出て、 すずのふうすけが出て。おキラヒロと来たーおー <laughs> ゴッドストライカーでね。まあ、あの、初代の時は、は、し、は、あの、しんどったけども、もう、アレスでは生きてましたーからね。うん。そして、あの、トネ川行ってみよう。4枚が来て、 確か、登ると、あの、会員の遠藤が入っとる。で、ラインナップしとるもんな。うん。そ、じゃあ何が出るとんかな。あ,あ、ポンコもそうだ、そうだもんな。うん。あ、指紋ン、マチかける。で、あ、ポンコが来た。おぉ。謎のポンポコガール。で、突然現れた謎の住人。 十二名の選手でまるで動物のようにす、素晴らしっこい動きをする。きのポンコと同じミサンガをしている。まあ、どんな、あいつかなね、うん。わかんないけどね、うん。まあ、あの、買っとったきかなうん。あ、魚上登る。やっぱこいつが出ないとな。ミラクルディベロ。でね、うん。 確かさ、もともと、のぼるの声が、あの、の、ゲゲゲの、今のゲゲゲの鬼太郎の、みゆきさんなんですが、ね、みゆきさんが、あの、ね、育、育児のために、休業し,としちゃってさ、あの代わりにね、アンナの声優さんが、やっとるもんでね、うん。 まあ、ちょっと、な、残念だけどね、うん。じゃあ、次が、無表、無、無表情。<laughs> これか、なんだ、この名前。えっと、名字が無表で、下が上になっとるんか。うーん、多分、そうだと思うけどな。<laughs> さあ、ライモンは、やっぱ三つ揃って、 揃ロットルモンで、アンナと、と、アンナと、えっと、ライモン・ハイザキ、キャプテン・アストの三人がラインアップされているからね。うん。そじゃあ、ね、行こう。おハイザキの、の、ライモン版。<laughs> まあ、サッカーへの強い思いからライモンへ、編入した。 元聖書学園のエーススライカー、ライモンにとって大きな戦力となる。まあね、あの、確か、はい、あの、アストの、の、あの、あれでね、<laughs> アストが、と出会ってから、あの、変わってきたもんな、うん。しかもさ、さ、あの、キャプテンの道なりが、 足を、さ、やっちゃってね、入院でね、代わりになっちゃ、代わりに、に、ハイザキが入っちゃったもんな、うん。そして、稲森アストのキャプテン版で、あ、ミッドフィルダーになってるな、うん。まあ、あの、ハイザキはフォワードになっちゃったもんでね、あの、ね、アストがミッドフィルダーにな、なりました。 フォワードのキャプテンって、まあ、あの、野坂だけどもね、うん。<laughs> やっぱね、えっと、ね、キャプテンが、まああの、ね、キャプテン代理として、ね、稲盛が、なった、なったそうです。まああの、ね、えっと、実は道なり推薦でね、ね、 あの、アストがキャプテンにな,なったそうです。まあ、サッカーに対する、まっすぐで情熱的な姿勢が、周りを巻き込んでチームを勝利へと導く。その才能を見込まれてキャプテンを託された。まあ、そうだな <laughs>。じゃあ、次は。やっぱミカアンナが来たか。ね、うん。ライモンの女帝、ライモンの生徒会長で最初は、 反発して、していたものの、ザッカー部のマネージャーを務めることに、いつも冷静だが、たまに大胆な行動を取る一面も、これでね、あの、ライモンのメンバーが揃いました。ね、うん。まあ、さすがだなライモンのメンバー全員揃ったな <laughs> よし。これが、ね、 あーのー、ね、ね、1ボックス目の、これが1ボックス目に入、入っとったものでした。と、ね、いうわけでね、あのー、稲妻11の11ライセンスボリューム3の、の、あの、開封動画はいかがったでしょうかまあ、今のところね、まあ、あの、の、まボ,ボリューム1からボリューム2は、 あの、2ボックス、2ボックス買うけども、今回ね、ちょっとライセンス、11ライセンス、ボリューム3は、1ボックスだけ、ね、1ボックスか、だけ買いました。もんでね、うん。まあ、ちょっとさ、お金もないのも、もうあるんだけどもね、ちょっと買う、買おうか買わないかを、ちょっと考えているところもあるもんでね、うん。 今後は、あのー、ねえ、えっと、ね、2ボックス目買ったら、あーのー、また、また開封しようと思います。ね、うん。まあ、あとさ、ねえ、えっと、と、確か、これで、ああ、そうだ、衛星が全部揃ったらしいもんでね、よく見ると、ねえ、 確か衛星のやつががえっと7人でねうんあほんと77人揃った <laughs> 衛星おーすげえな <laughs> あとさね大手月の宮ののやつがねえっと3 まあ、あの、の、の坂入れて、全部で、全、全部で、あの、5人あるけども、もうね、ちょっと1人足りないな、と思います。ね、うん。まあ、利根川は、3人出たんだけども、あと、あの、3人、3人、うん、3人がまだ出ていません。もんでね、うん。 まあ、聖書、僕にとっては聖書が出たら、最悪、がっかりしますからね。うん。<laughs> まあ、もちろん、あの、の、えっと、と、ボリューム3の、の、ライモンのやつは、全部揃いましたからね、うん。もちろんのことなんですがね。うんもしよければ、チャンネル登録や、高評価、コメントなどお願いします。コメントには、まあ、 あの、これ、ボリューム3これ出たよとか、が、シークレットはあれだったよでもいいので、ぜひ、あの、コメントに書いてください。あとさ、ねえ、えっと、僕さ、仮説悪いところもあるもんでね、あの、そこだけはご理解お願いします。<laughs> あの、いち早く新しいチャン、動画見たい人は、チャンネル登録をおすすめします。 ああ、そうだ、そうだな。あの、10月からは、稲妻11が、あの、新シリーズでね、あの、オリオンの刻印が、が放送するもんでね、うん。それでね、ね、今度は、あの、世界、ブックス、今度の舞台が、世界になっています。ね、もんでね、うん。まあ、世界と言うと 言うとディドーレットでのあのスペインのスペインに丸破れされ破れ破ちゃったけどもね今度スペインのやつ出るんかなと思うんけどもね、うん、まあちょっと買ってほしいなと思,う思いますけどね、うん、キャプテンがもちろんエンドを守るでね、うん、あーエンドキャプテンか。 まあ、世界ではキャプテンになるんだ。と思いました。ほんでね。うん、まあ、そうだ。ね。9月27日。確か、9月27日ぐらいになると、なんと、ね。タカトミアーツから、イナズマイレブンのアーケードのゲームが、登場します。うん、僕もね、まあ、プリちゃんやっとるけどもね。まあね。 あの、プリちゃん、やる前か、やった後に、あの、イナズマイレブンの、の、あのー、アーケードもやってみたいと思いますもんね、うん。まあ、現在プリちゃんもやっとる、もんで、ね、うん、まあね、あの、プリちゃんやったら、イナズマイレブンやるか、イ妻ズマイレブンやった後にプリちゃんやろうかなと、僕は思います。もちろんやるからね。 以上を待ちまして、バタのイナズマイレブンのイレブンライセンス Vol.3 の開封動画でした。それでは次の動画でお会いしましょう。バタでした。バイバーイ。またね